Shin Yun performed for audiences at the Kobe Bunka Hall in Japan on February 11th and 12th. The company uses classical Chinese dance, music, costume, and visual backdrops in tandem, transporting theatergoers through a 5,000-year journey of traditional culture. ダンサーと歌手と、それからオーケストラ、加えてママユイばかり の衣装ですね。で、とにかくステージと背景の一体感、その臨場感というのはもう素晴らしい目を見張るものがありました。中国5000年の歴史というものをもっと大事にせなダメだと思います。歴史があって今の現在があるということを改めて感じなダメだと思います。もう華やかでね、もう美しいですわ。これね、もうできるだけ、日本中、世界中の人にね、見てもらいたいですね。もう百聞は一見にしかずというね、言葉ありますけど、本当に見られたらいいなと思います。本物だと思いますからね、芸術的にね。ですから、その力っていうのはもういろんな国境とか民族とかね、もうそういうことを超越して、世界中こう広がっていくと思うんで。 Shin Yun's performances depict stories from ancient Chinese legends to modern China, including issues surrounding communist China's suppression of spirituality, which has led to a persecution of faith groups such as Falun Gong。非常にストーリーとして、今王林校の皆さんが大陸でご苦労されている様子が短い中によく現れているなというふうに思いました。事実をはっきりとさせてですね、日本国のマスコミなどもですね、もっと報じるべきだと思いますので、私自身一人は微力ですけれども、しっかりと、そういう方向で声を上げていきたいなというふうに思います。中国がすごくひた確信しているところも隠さず表現するのはすごく勇気のあることだと思います。ああいった演目を通じて世界中の人々に中国の人権侵害とかも訴えていってもらいたいです。もう長年見せていただいてるし、皆さん頑張っておられるのをね、ずっと応援させてもらってます。Ancient Chinese culture is deeply rooted in spirituality, faith, and moral values. Shin Yun brings these values to the stage through the mediums of classical dance and music. 踊りもね、素晴らしかったしね、やっぱりね、心善人っていうね、心に染みましたよ、本当に。やっぱり素晴らしい芸術って、なんかこう神様とか人間との結びつくっていうか、素晴らしさっていうのかね。そういうのも表現されてて、僕らが救われるのかなっていうふうに、やっぱりこういうなんか素晴らしい姿がこう人のこうね、こう演劇とか踊りを通じて表現されてるんだなって。神を信じるとかですね、そういう救世主を信じるっていうことは心の安らぎになるんでしょうから、それはいいことだと思いますね、はい。でもやはり何かを信じるっていうことは大切で必要、人が生きていく上で、特に平和にね、生きていくためには必要なことだろうなとは思いますね。NTD News, Kobe, Japan.